用件が済んだら帰りなさい。あのさ、本当にもう家に帰ってこないの？やっぱりその話じゃない。何度も言わせないで。私は私の意思で。じゃあなんで私に辛そうな顔したの？キスした時も、利用されてるって話した時も、あんたは一瞬そんな顔してたんだよ。あんな顔他の人にも見せてるわけ？あの夜あんた寝言でお父さんのこと何度も呼んで泣いてた。それで私にできることないかなって、窮屈なルールを少しでも減らしてあげたいと思った。もっとあんたは自由にしてもいいと思う。黙って。一人じゃ難しいなら私が。黙って。何が？おじいちゃん。